実に勝利数 83%、 幸運のオンパレードですね。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。今日はいろんな吉日が大集合した豪華な幸運日ですね。始まりの新月に旧正月、吉兆星の木星、金星もやってきていて、マヤ暦は2つとも金運アップの紋章、日経の調査でも2021年ベスト10に入る投資の熱い日で、実に勝利数 83%、 幸運のオンパレードですね。この運気をたくさん取り入れていきたいですね。今日は昨日の動画でお話をしていた新月の願い事の仕方と、もしかしたらそんなラッキーデーって知らなかった、今からできることないのっていう方もいらっしゃると思うので、簡単にできる運気アップについてお話ししたいと思います。それでは早速いってみましょう。はじめにお願い事の書き方についてお話をしていきますね。新月のお願いは、新月になって8時間以内にするのがベストなんです。魔の時間と言われるボイドタイムがあって、ボイドタイム期間中は物事の実現力が著しく低下するんですよね。今回はそれが2月12日4時06分から16時24分の間、新月が始まってすぐに始まってしまうんですね。なのでボイドタイムが終わってからお願い事をするといいんですよね。そして今はボイドタイム過ぎているので、安心してお願い事をしていきます。お願い事の書き方なんですが、お願い事は2個から10個以内がいいとされています。書くときはスマホやパソコンではなく、紙に手書きで書くのがおすすめです。願い事を書くときは主語を入れて、誰の願いかを明確にします。そしてすでに叶ってるように書きます。私は何々になっていますのような感じや、私は駅に近くて新築のマンションに住んでいます、私は新作のルイ・ヴィトンのバッグをサクッと買いました、などのような感じですね。簡単にやあっという間になど、スピード感を表す言葉をつけるといいです。お願い事が叶うのは大変だと無意識のうちに思っていることもあるので、この無意識のブロックを外すために、簡単に達成できることを連想させるワードを入れるのもコツです。そしてお願い事の最後に、ありがとうございましたと書きます。私のもとに次から次へと仕事が舞い込んでいます、ありがとうございましたといった感じです。否定的な単語は脳が認識できないので、肯定的な表現にします。私は諦めず何々をしていますという言葉だと、諦めるだけ認識してしまうので、最後までやり遂げてますなど肯定的な表現に変えます。このような感じで、自分がしっくりくる、心が喜ぶお願い事を書きましょう。そして次に、今からでもできる開運アクションについてお話をしていきます。今話したお願い事を書くのもいいですし、他には新月の光を浴びることもエネルギーを取り込めますし、風通しを良くすることで運気アップにつながる時なので、窓を開けて風を感じたりするのもいいです。水瓶座新月ということで、キーワードは自由、平等、人脈、友情、個性、独自性、ひらめき、アイディア、未来、宇宙、インターネット、改革、現状打破、イメチェンなどがあります。個人が自由に輝く風の時代の1年目にふさわしく、自分がこれからどう生きていたい、どうありたいかを明確にして、自分を変えたり現状打破できる時です。夜風を浴び、新月のエネルギーに触れながら、ちょっと自分と会話をしてみて、これからどんな風に生きたいかなど、どんなことをしている時が嬉しいかなとか、少し自分と向き合うと、自分をガラリと変えるきっかけにもなります。美容に関する行動もこの日はきっちり働くので、美容に関することもいいですね。シートマスクでしっ
かり保湿をするとか、爪やすりでちょっと爪を磨くとか、トリートメントを少し長めにやるとか、ハンドクリームをたっぷり塗るとか、家でできることでいつもより時間を取ったりすることもいいです。なりたい自分に近づいてることを実感しながらやるとさらに効果的です。そして無条件にお金に愛される黄色い太陽の日になりますので、黄色い太陽のキーワードの一つ、感謝することも金運アップアクションの一つです。感謝は波動を上げ、運気を上げますから、そもそもすごく開運とつながりが深いんですよね。それに加えて、今日は金運にもいいので、もう家にいるし、時間も遅いし、すぐにできることじゃないと困る。という場合には、感謝を紙に書き出したり、ご家族やお友達に伝えることもとてもいいです。もう動画見終わる頃には忘れてるかもしれないっていう方は、今感謝できる人や出来事を思い返してコメント欄に書いていただくと、一つ金運アップアクションができますので、やってみてくださいね。他に水瓶座はインターネットや発信がキーワードなので、普段あまり SNS 投稿しない人は投稿したり、インターネットを使った副業について調べたり始めることもいいですし、ノートに自分の得意なことやノウハウを書くことで、後々仕事に発展したり、好きなことを書いていくことで、同じ趣味や価値観の人脈が広がったりしそうです。みんなもやっているから、やらないとという気持ちが湧く場合は、私は本当にこれをしたいかなっていう自分に問いかけて決めていきましょう。流行ってるから一回やってみたいなど、好奇心が湧いた場合はやってみることをお勧めします。すべての願いは行動することによって叶いますので、行動することで何か新しい気づきがあったり、事態が発展したり、何かしら反応が得られると思います。夜はもう仕事や育児、家事などでクタクタで何か行動しようと思えない、ゆっくりしたいなって思う方もいると思うんですよね。そういう時ありますよね。それで金運を上げたい気持ちはあるのに、心や体がついていかないって時は、無理をせずゆっくりと自分に休憩をあげて、自分を大切にしてくださいね。もう何もしたくないという方は、自分に休みをあげるという、自分の今の本音を大切にするという行動が運気アップになりますし、自分に今日も頑張ったね、偉いね、ありがとうと声をかけてあげることで感謝を伝える、こちらも開運アクションになります。そして運イコール行動って普段言ってるんですが、行動することは当たり前のことではありませんから、何かやってみようと決めて行動した自分を思いっきり褒めてあげてくださいね。その時その時の自分の気持ちと状況に合わせて選んでいってくださいね。ではでは、素晴らしい一日をお過ごしくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。